はい、続きまして、金がネームマンハッタンさんからいただきました。ありがとうございます。司さん、ベルさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。性格について悩んでいます。お二人は性格がいいってどういうことだと思いますか？どうしたら性格って良くなると思いますか、っていうことなんですけども、今回なかなかね、うん、結構深い質問が多くて。深いね。性格が、性格について悩んでいます、ね、性格ね、まあ誰しもね、あることだとは思いますけど、うん、自分の性格についてっていうのは。そうだね、割と抽象的な話だから、うん、そうだね、正解があるわけではないと思うけど。そうだね、まあ、そもそも性格っていうか人格って人それぞれなんですよね。だね、まさに、うん、同じ性格をしているっていうのはちょっといないから、うん、どういうことかは言えないです。誰かがね、仮に2人人間がいたとして同じことをしたとしても、うん、多分味方なんで、あの人がやるとなんか性格よく見えて、あの人がやると下心あるように見えてしまうとか ねっていうのがあるから、うん、性格って変わらんからな結局ね、うん、悩んだとこで変わんないからね。誰がやったかにもよっちゃうんだよね。享受するしかないよね結局は。そうね、うん、性格がいいって、そうだな、分かりやすいもので言ったらさ、やっぱ人の成功を喜べる人、そうだね、わそれは性格がいいって思うな。うん、そうね、うん、そうだね、そういう人にもなりたいしね、人のね視点に立って考える人、ことができるとか、まあのび太くんだよねそうね、彼だね、そうまさにのび太くんはまさに性格がいい。時々にちょっと間違ったこともしちゃう、そっちもしないとかあるけれども、結局そうなんだよ ね。本当に完璧な人っていなくて、うん、そう、うん、だね、割と近道したがりなのび太くんであるけれどもね。そう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 、うん、だってね、あのトニー・スタークだってね、もう間違えてばっかりで決して性格は良くないですけど、何ありだけれども、ね、うん、彼はもうね英雄なんだよ。英雄でもあるし、もう人にも好かれるしっていうのもあるから、うん、自分の性格はもうね受け入れるのが一番だよね。それで悩んじゃう。自分を認めることからだね。うん、性格を良くするっていうよりは自分の性格にまず向き合った方がいいよね。うん、これが正しいことだっていうのを押し付けるんじゃなくて、うん、やっぱこれが人のためになるんだろうな。でもまあそれ悩みつつね。うん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 。うん、それで行動してみてもいいんじゃないかな。まあ、まず変えることは無理なんで。うん、うん、であとはあれだな、八方美人になるのもねあんま良くないんだよね。あ、性格、結局さ、人にいいことをしてれば性格いいって見られるけど、うん、そう、あのいい人にいい格好ばっかしてたら自分が損することが結構あるから。まあそうだ、最終的にはそう、自分もやっぱ幸せにならなきゃな。うん、うん、人にいろいろ施してばかりじゃいけねえよ、うん、多分性格について悩んでるっていうのは人の目だよね、うん、絶対多分ね、うん、人から何かを言われたのかな、おそらく何かを言われて悩んでるっていうことがあると思うんですけど、まあ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 、よく見られるのも大事だけど、そう、ね、その言った相手が性格いいかどうかすら分かんねえからな。そうだね、うん、利用されるだけされちゃうっていうこともあるから、そう、うん、まあ、そのバランスがすげえ難しいんだけどなかなか難しいですよね、うん、いろんな性格の人が何億人いるところで我々は暮らしているので、うん、そう、うん、難しいですね、まあ、あんま悩まない方がいいと思うかな。そうだね、うん、この宇宙の半分を消したいですって性格なら直した方がいいと思うけど、うん、あれはまあ極論すぎるのよ、さすがに。うん、それも全体で言ったら確かにいいことかもしれないんだけど、うん、人の心を考えなさすぎるんだよ。そう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 、うん、極端なものはそうですけどね、うん、ある程度のことならね、その人の性格なんで、それをね、うん、許容してくれる人と付き合うのがいいと思います。そう、うん、それが一番よ。いい、分かってくれる人が一人いればいいんだから。はい、ですね。
ね。果たして疲れてここまで深い話をしようとなっただろうか。答えてくれると思ったんだろうね、きっと。そうだね、はい、うん。